今でも存在する日本最古の大学を教えてください。オッケー。ぶっちゃけマジでみんな驚くと思う。まずは世間一般的に知られている日本で最も古く設立された大学を紹介すると、ズバリ東京大学。東京大学が最も古く、その後1886年に公布された帝国大学令によって、今でも最難関大学群として親しまれている、これらの旧帝大が設立されていたんだよね。ちなみにその後1919年に大学設置を認可する直令が施行されて、これらの有名難関私立大学も続々と設立されていきました。これ見て、早慶町官官同率って100年続く歴史ある大学って考えるとなんかかっこいいよね。ちなみにこれまで紹介したのは、いわゆる国の高等教育機関として作られた大学の設立時ベースだったけど、大学の起源や発祥の段階から見るとまだまだ古い大学があって、有名どころを4つ紹介すると、第4位立正大学、起源は1580年、今では東京の品川にある近代的なキャンパスが特徴の大学だけど、実は起源はめっちゃ古い。第3位身延山大学、起源は1556年、山梨県にある学生数100人程度の仏教単科大学で、キャンパスがめっちゃ山の中にあります。第2位高野山大学、起源はなんと835年、岡山県にある文学部のみの単科大学で、あの空海が深く関連した大学だったりします。そして第1位主治医大学、起源は828年、京都府にある私立大学で、歴史の数もそうだけど日本で初めて開校された私立学校でもあったりします。最後にこちらを開催中、興味ある人はコメントください。